民主党は今日、7月の参議院選挙で訴えるマニフェストを発表しました。今回のマニフェストは、去年の衆議院選挙での反省から、漫画を使うなどして有権者への伝わりやすさを改善しました。政策では、経済格差を是正して中間層を増やし、暮らしを豊かにすることを前面に打ち出すことで、自民党との違いを強調しました。安倍政権はどちらかといえば企業でありますとか、それから国家というものを強調するわけでありますが、私たちはその主体であります国民が豊かになれなければ意味がないということでありますので、作成にあたっては、女性議員や地方組織の声を反映させるとともに、子ども手当などで批判を浴びた具体的な実現目標の数字を減らし、数字だけが強調されることがないようにしました。会見で櫻井政調会長は、有権者に読んでいただけるように努力した、都議選のようにならないように一生懸命戦うと意気込みを語っていました。